お背中流すね、おじさん。やはり人に笑ってもらうと気持ちいいな。自分では全部は手が届かないからな。それにしてもいい気分だ。よかった、おじさん。背中大きいね。まるでお父さんみたい。はるかのお父さんの背中もよく洗ってあげたのか？うん、小さい頃はよくお父さんと一緒に入ってたよ。背中を流してあげるとすごい喜んでくれて、ボソッとありがとうって言ってくれたの。洗ってる私も嬉しくなっちゃって。最近は全然背中を流してあげたりとかしなかったけど、もっと流してあげればよかったかな。はるかのお父さんはどんな人だったんだ？いつも寡黙でぶっきらぼうで、でも優しい人だったよ。実はおじさんに結構似てるんだ。ほう、そうなのか。うん、小さい頃はお父さんみたいな人と結婚するとかよく言ってたな。はるかのお父さんも娘からそんな風に慕ってもらえるならきっと幸せだったんだろうな。そうかな。ああ、きっとそうさ。もちろんもっと長く生きたかったという悔いはあるかもしれないがな。だが死んだ人はもう帰ってこない。俺たちにできることはその人たちの分まで必死に生きることだけだ。だろ？うん、そうだね。私、お父さんやお母さんの分まで頑張る。頑張って、頑張って、うちの家みたいな素敵な家庭を作るんだ。はるかなら、きっと温かい家庭を作れるさ。作だ。たくさん食べろよ。たくさん食べろよ。
いし、うまいね。今の新選組の人。顔出してください。やめておきますか？食ったな。いらっしゃいませ。おおきに。道を塞ぐな。
な、なんか来れや。ええやろ、聞こえてへんのか。なあ、食いもんでも売れるもんでもええ、なんでもええから恵んでくれや。なあ、なんか。いらっしゃい。どんどん攻めてください。
ああ、
どうぞお立ち寄りください。まだよ。いらっしゃいませ。食ったな。食ったな。食ったな。今度暇な時でも顔出してください。こんばんは。また次の時寄ってってな。そうや。ええのは入ったんよ。ほな、またね。いやー、ほんま苦しいんでさ。
ませんか。いつまでも迷ってる場合。ない。何？いいな。この件は必ず俺ら七番隊で片付けるぞ。そうすりゃあれだけの賞金だ。金でも女でも好きにできるぜ。谷、何かあったのか。あ？斎藤か。てめえには関係ねえ。おい、行くぞ。何だってんだ。斎藤だったな。あんたは？六番隊隊長の井上だ。実は人斬り伊蔵が出た。
人斬り伊蔵、まさか岡田伊蔵か。そうだ、土佐勤王党の大物岡田伊蔵。奴はこれまで幕府方の人間を何人も斬っている。新選組はずっと奴を追っていた。そうだったのか。その伊蔵が今日鴨川のほとりでうちの大使を斬ったんだが、監察の山崎がその行方を突き止めた。どうした？いや、何でもない。何でもないって顔には見えんがな。一応伊蔵は生け捕りにするよう奉行所から達しが出ている。だが今現場に向かっているのは谷と鈴木の隊、あいつらのことだ。まずその場で殺すだろうな。伊蔵は落外の賭場にいる。お前も来い。相手は伊蔵だ。準備を怠るな。伊蔵、やるしかねえのか。